せーの、えいせい、フラミンゴ、みこです、りほです、よろしくお願いします。今日は今年最初のビッグイベント、え、うん、何にしましょう。こんなにドンキで解放大バトル、イエーイ。はい、男気って男がやるじゃん女もやってよくない、うん、そう聞くじゃんけんで、普通は負けた人がね、こうおごるとかやると思うんですけど、じゃんけんで勝った人が全おごりっていうバトルです。おごるけど喜ぶ、そう、それがおもり、おもり、ね、今回、うん、ドンキホーテ五反田東口店さん、うん、を貸し切らせていただいて、本当にありがとうございます。すいません、お邪魔してます。お邪魔してます。夢みたいでしょ。夢見えるいやもう本当にすごいご協力的で、すごい出迎えてくれて、そう、本当にありがとうございます。この女木ってまあすごい企画じゃん、大きいじゃん、シリーズ化できたらななんて思ってます。確かにね、うん、ルールとしまして、うん、ここ1階1階から6階まで分かれてるんですけど、はいはい、ワンフロア5分ずつで開放で見ていきます、うん、見るのは5回分、5分が5セットなんです。1回1回からその全部見て、最終的に会計してもらって、その後にじゃんけん。マジでやばい、しんどいよ。5分だから焦って、もう目につくもの全部入れてみたら、え、マジかよ、いろいろ、いやでも、じゃあもう負ける、勝利です、うん、勝負にね、勝負にね、強気でいくっていう、うん、てか、おごりたいしね、なんなら確かにね、うん、てか、なんか、ほんと、こと、なんか昨年はありがとうみたいな気持ちもあるし、おごりたい、むしろおごりたい、うん。で、なんとね、うん、今回ちょっとゲストの方にも来てもらってます早速お呼びしましょうか。ゲストさん、はい、ゲストさん、お願いします。こんばんは岡田です。お願いします。お前かいってなんやうち女ちゃうのよデビュー当時のアイコニックさんちゃうのよ丸坊主やったけど、さすがに言えないから、そう、代わりに言ったかったんだけど、もう今日は、うん、あの2人で本当はやる予定だったんですけど、うん、この前ちょっと遊んでて、うん、でこれみたいな、そうそうそう、よくちょこねってノリできましただからあのやっぱようこそみたいななかったです誰みたいな感じであのドン・キホーテの皆さん一度あの何なのみたいな感じでしたけど、それは仕方ない、それは仕方ない、それこっち側、申し訳ない、うん、なんで一人ずつスタッフさんカメラつくんですけど、うん、お母ちゃん自撮りで遠慮なしで、お母ちゃんの、分かりました、もうバンバン入れていいのね、バンバン入れていいよ、マジで入れさせていただきます。物欲ないけどね、普段、あ、本当にそうです、うん、だからって、まあ、いや普段物欲ないから、うん、ミニマリストなの、あ、そうか、そうそうそう、だからもう、うん何なの、あんな家の中ではわちゃわちゃしてたの、ね、急にカメラ回ってた、大人いっぱいいると緊張してそうだ、行っちゃっていいってこと、そうよ、そうよ、マジで行っちゃうわ、うん、バンバン買っちゃいます。 OK 行くか、じゃあ行こうか、うん、それでは行ってみよう。どれやろ、なんやこれ、あ、ハトムギ化粧水ある、ハトムギ化粧水大容量や、めっちゃ迷うわ、こっちでも化粧品やんな、こっちやな、誰もいない、バチバチやんけ、おいどけ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 
ょっとこれ試着とかじゃない試着サプリなの女着じゃんけんって言ってるけど男のサプリ買おう男のサプリいっぱい買おうやばい今のところ何も言わない今のところ何も言わないどうしよう物欲がないのが当たったんだったらいけいけ早く逆だはい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 こんなもんだろ欲しかったんだよねパジャマ素材のさメディキュット行っちゃいましょう。うわ、これあれちゃん。パーティーリキュール、うわ、パーティーリキュール売り切れやんけ、おい。めっちゃショックや。パーティーリキュール売り切れでした。うわ、クライナー。あ、クライナーってなんかあれな、こういうやつ。うわ、こういうやつや、クライナー。クラブバーで流行ってる。いや、流行ってるけど、流行ってるけど、クライナー、クライナー。クライナーっしょ、やっぱりさっきのゾーンにもう一回行く OK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  え、待って待って、ここら辺ならパックとかいるでさすがになんかうち結構高額叩き出してる気がする結構行ってますよね、もうすでに1万円ぐらいあと2分えぐい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 いや、私このパックめちゃくちゃ買おうめちゃくちゃ買ったろめちゃくちゃ買ったろ私このパックめちゃくちゃ買ったろ大丈夫今回ないないないまずはね最初ちょっと抑えめに持って帰ること考えて全体的な荷物の多さっていうところも考えなきゃいけないからやばいあ間違えたこっちじゃなかった森林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 の通りだあと30秒うわ原担ぎしとこ負けないっていうあ負けなあかんのか負けなあかんのかやば戻そう戻そうあ終了なったあクソ終了なったやばいやばい演技悪いぞこれ5、4、3、2、1終了見んなよ人が貼ったものはいというわけで、はい、1階が終わったので、はい、次2階行きますはい行きましょう行きましょう行きますよ行きますよそれでは2階フロアでの5分はいはいレディーゴーこっち来い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 こっチームとか絶対いるけど絶対いるけど別にいらないみたいなそっちからこっちからうちはもうねあのね柔軟剤が大好きだから特大選手とかっちゃおうイエーイやばいやばいあとこっちもねパールどうしようどうしよう待ってこれがチーニューです皆さんマジーニューですすいませんダニアースとかそういうゴキブリを退治する系はいらんなうち出えへんからそういった清潔に保たれてるから柔軟剤はいるで絶対にあ一緒です私もこれいい匂い消臭味噌とかいるいらないあどうだろうあれ分かんない行った方がいい行った方がいいは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 いとりあえず怖いマジ怖いマジ怖いちゃんと見ろ本当に欲しいものを選べ自分うわぁ1個方向ミスったワックスとかも全然丸坊主やからいらんしあボタニストシャンプーいるなヒゲ剃り絶対入れてヒゲ剃りどれがいいえどれがおすすめこれ敏感派だよあこれ敏感派だよ私敏感派だよこれ何もなかったやばぁワックスみたいなガチ好き、うちあのなんかシュッとね、化粧が終わった後とかに振りかけると保湿になりますから
残りが2分で2分エグ2分エグ残り2分でどけ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 なんかもう全部欲しい、全部欲しすぎて選ばれ。足元待ち気をつけ。一分切りましたよ。終了でーす。皆さん手を止めてください。というわけで2回フロアが終わりました。はい。はい、行きたいと思います。はい、レディーゴー。いや、マジ怖いんだけど。怖いね。高そうだね。ここ高そう。うわー、いいのいっぱいあるぞ、ここ。いっぱいあるね、絶対。めちゃくちゃいい生活用品やな。それでは3階フロアの5分間スタート。怖い怖い怖い。もうなんか方向性とかはもうなんかもう匂いとか嗅がずに買う。匂いとか嗅がずに買うとか言いつつちゃんと嗅ぐ。うち芳香剤大好きすぎて芳香剤になりたいぐらいなんですよ、将来の夢が。はいはいはい。待って待って、さっきのさ、なんか東京リベンジャーズのさ、あのトレーニングで、はい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 、どこだったっけみたいな。私結構ガチで、あのドン・キホーテでパジャマ超買うのね。これ可愛いじゃん。東京ギャング東京ギャングでも待って、どうなる、いるあ、やばい、ハイキュンじゃん。ハイキュン。あ、しかもモコ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 やん。待って、うちの推しの高校かな。マギか。配給のパジャマ買います。はい。服か、難しい。パンツ、パンツ買いたいな。パンツ、あーいいな。一番でかいやつないんか。トランクス、でかいやつが欲しいな。あ、 L ある。あ、1個しかないやん。ちょっとこれじゃあ買おうかな。 L サイズ、ほんまはもっとね。あ、でもこれあるか。うわー、 M か。 M ちょっと小さいな。まあでも買うか。 M、今ちょっと小さいけど。ほにゃ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 。こんなことしてるのかい。やべえ、それもう3分になりますよ。どけ。あ、お香あるやん。お香、お香どうしよう。ココナッツ行こうかな。ココナッツ、ココナッツ行ってもいいな。どうしようかな。靴下。キャラクター系使います？普段使う。めっちゃ履く。シンちゃんかわいい。オッケー。1分半ぐらいですね。え、あと、はい、やばい。あっちの奥行こう。あとなんやろ。ナイキある。ナイキのカバンあるな。どうしよう。残り1分です。怖いね、マジ。意外とないかなみたいな。はい、残り8秒とかです。8秒、5秒、4。終了。終了。なんかない。あー、くそ。意外とね。意外となかった今回。ちょっと選びすぎるとなくないね。そう。ほんまに。でも次がブランド品です。わー。来たー。早速行きますよ。行きましょう。行きますよ。はい、それでは4回やってるまま参りました。はい、こんにちは。こんにちは。ここはあのブランドコーナーといって結構値段が張るものが多いので。なるほど。一応見ます。一応見る。はい、え、うん、買っていいの？え、いいよ。いや、もちろんいいよ。もちろんだよ。ひよっちゃった。いけいけ。オッケー、行きましょう。行きましょう。よーい、スタート。まあ、まずはね、ブランドものですよね。はいはい、早速行きますよ。私は結構大きいバッグ欲しいわけ。私なんか撮影とかで使うバッグとか欲しいわけ。それをブランドものにしちゃうっていうのはどうでしょう。かわいいんだけど。え、うちこんなさ、ブランドものとかさ、マジで一切持ってないの。買っちゃうかな。待って待って、この機会に、この機会に。やばいやばい、そんなのやばい。こういうのもな、かわいいよね。え、かわいいんだけど。かわいい、かわいいね。待って待って、これ普通にかわいいと思うんだけど。一回見ます。一回考えながら他のとこ行くわ。え、ここは他に何があるんだ。はい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 。この子何、香水。香水だ。香水か。カラコンとかだね。あ、
バカでも時間やばいですよ。時間やばいな。選ぶのに。やばい。あっち行こう。カラコンとか自分で買え。普通に悩むしかねっつも。ねっつは、グラサンやね。お、MLB のグラサン。メジャーリーグベースボール。いくらや。サングラス。あ、サングラスここもある。いろんなサングラスある。レイバン。グッチ。まあ、僕、タモリさんに憧れてるから、やっぱグラサンの人ぐらいはね、買いたいな、買おうかな。一番タモリさん、森田和義さんっぽいやつ。あ、香水。あ、いいよ。あ、どけ。こっち、こさえそう。お家でエステ、洗顔これいつも使ってますから、ちょうどなくなったからこれ買う。出た。待って、もしかしたらこれさ、日本語は状態そうこれやめようか、これやめて。あ、これでも10パック入ってんだこれ。あ、でも今日は贅沢して大丈夫。じゃあこれも買っちゃうみたいな。そうですね。ほいで。あ、この辺なんか良さそうだね。良さそう。あ、クレンジングとかわかんない。何がいいの。軽いやつ。これは一番高いやつ。これ一番高いやつ。待って、ブランドも見に行こう。確かに。これ行こうか。すいません、店員さんおらん。店員さん、あ、すいません、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。レイバンのサングラスですね。一応見るやん。すごいバレンシアガとかあるんだけど、え、このピンク押さえちゃおうかね。あ、かわいい。33,900円。でもこういうのはやっぱりもうピンときたやつを行っちゃった方がいい。はい、行っちゃった方がいいです。すいません。やばいよね。いや、でもこういうのも面白い、醍醐味ですから。そうです。すいません。音音、ね、あ、うわ、なんか開けてる。行ってる。なんか行ってんな。おい、なんか行ってるやんけ。やばチェ・ゲバラも買おうかな。高校の時つけてた香水やん。侍。ありがとうございます。なくなったことに気づいてるかな。あそこのフロア見てるけど。思ってきたけど、どうしよう。いらないよね。好き。それ可愛いですよ。可愛いよね。終了。あ、終了。終了。わ、思い出にふけてた。終わった。攻めてた。てな感じで次のフロア行く。行きましょう。ここはなんかパーティーグッズとおばちゃんの大好きな当たるグッズ。おお、なるほど。当たるグッズは NG だから、うん、あ、NG ですよ。つけちゃうし。よし、というわけで行きますよ。はい、いいですか。行きましょう。よーい、スタート。なるほど。カツラとかは結構撮影で使える。キュー、いただきます。かわいい。こう見えて意外とサンリオキャラクター好きなんですよ。意外。ヘアバンド持ってましたね。ヘアバンド持ってる。ファンの子ね、くれたの。いなくなっちゃう。誰かがね、これ買った時用に祝福のために買おうかな。もう祝福の、じゃあ散らかるから、これ祝福のためにちょっと出る。おめでとうっていう。あ、待って、ですよ、お正月のお年玉の袋、私、いとことか、めっこ、おいっこ多いんで、お年玉袋買います。めでたし。ドラえもん可愛い。3枚入りということで、9枚ぐらい買ってます。負けてや。黒身のぬいぐるみ買ったの。ブランケット。え、可愛い。こっちはもう、まあ、文房具だもんね。そうですね。残り3分です。やばい。チャリ欲しい。え、でも、もうちゃんとしたチャリ欲しいな。もうちょっとちゃんと選びたい。時間をかけてね。あ、やばい、半分切りましたよ。何？あ、なんかこの辺さ、なんか使いそうだね。うちらのコントで。あ、いける。秋葉くん、2000円持ってる。やばい、こう、そうこうしてる間に絶対終わる。やばい、うちマジで何も買えてない。残り1分です。1分。エグミナクルボディ。そんなことしてるの、時間なくなんだよ。来て、かわいい、クロミちゃん。この辺全部入れたろ。全部入れたんだよ、この辺。うわ、なんか怖なってきた。
入れすぎてる気してきた。あ、残り10秒切りました。ねえ、ボールペンの書きやすいやつどれ。よっしゃ、いったったむっちゃゲーム買ったったよっしゃ。3、2、1終了終了ですよ、皆さん。ということで、最終ラウンドになります。やばいやばい、では最終ラウンドに行きましょう。じゃあ楽しみ、はい、あ、ここ一番暑いんじゃない。いや、ここステグいな。最終ラウンド、はい、家電的なところにやってきました、はい、え、5分でいいですよね。5分でいいですよね。5分でいいですか。何ですか。7分とかにはならないですよ特別ルール10分ならないです。7分です。それでは運命の最終ステージです。はい、レディーゴーゴー。ドライヤーもあるやろな。電気バリブラシ、電気バリブラシ。美容用品とかあんじゃん。あげ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 。従業員は、アイロンは正直こと足りてはいる、こと足りてはいるよ。電動歯ブラシある。いいやん、電動歯ブラシ。どうしよう。あ、マッサージ機やる。3番ゲート作動しました。従業員は確認をお願いいたします。なんか起きてるやん、なんか起きてるやん。いつもね、そこはここにステイしとこう。せないと動き乗れないから。このさ、この分かる、このおしゃれなテーブルライト。はい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 、これ買ってみたいんだよね。これとかどうでいいんですか。いいじゃないですか。いいいいいい。3番ゲート作動しました。一回3番ゲート作動したんじゃないですか。むーつ、なんか起きてるやん、3番ゲートで。あ、マッサージ系とか。マッサージ系、フットマッサージとかあります。わ、でもいらないな。やっぱね、人の手にやってもらうのが一番。あ、なるほど。なんだかんだ、うちちょうどね、Bluetooth イヤホンなくすところだったの。あ、スタッフだよね、これ。待って待ってみたいな。スタッフの方いらっしゃいますか。はい、どうされましたか。あ、違います、スタッフ呼んでるんです。どうしました。今私、これイヤホン買いたくて。スタッフの方いらっしゃいますか。これいいやん、電動歯ブラシ。電動歯ブラシ来ました。やっぱビジリメンツなりたいかな。そんな買っとこう。手つけそれ。お願いします。すいません、イヤホンをちょっと買いたいんですけど、はい、どれがおすすめですか。そうですね、もうここに長老になってる、はい、AirPods Max。 あ、ヘッドホンすぎる。そう、ヘッドホンすぎる。もうヘッドホンすぎる。この長老を動かしていただきたいですね。え、長老来て以来こいつ動いてないです。え、バシに。いや、でもいらないかも、正直。どうしよう。じゃあ、エアポッドします。はい、すいません、ありがとうございます。すいません。電動のやつ欲しい。何が違うわけ。何が違うっていうんだい。何が違うのか分かんないけど、ピンクにします。iPhone SE に合うやつないかな、スマホケース。これに合うやつないかな。でかすぎるな。やばい。どうせなら高い充電器買ってよ。しかも長いやつだ。充電器じゃん。2メートルのとか買ってよ。キロキロキロ。やばいやばい、すまないすまないすまない。すぐ買わないとね。残り1分ですよ。なんか1個買わないと。もうノリで行っちゃいましょう。どこに置いてきたっけみたいな。今まで買ったもんなくす。どこ行った。あ、いいいいいい。何色の変わる？あ、なんか中身のリフィル的な。あ、そうですね。すいません、リフィル、リフィル。もうなんかレインボーが出てる。今欲しいとか。あ、これキラキラ。ビガンローラル。わ、これええな。ゲルマニウム10粒。なるほどなるほど。これガチ欲しいかも。これ何？電池系？でも USB 充電。電池の方がいいか。もしなんか電池の方がいいかな、どうだろう。わかんない。終了。もう今回しかあらへん、この旅。いや、うちこれ結構攻めたんじゃん。結構行きましたよ。多分人間を補充する際から不審な動きをされています。してません、ここにカゴを置いていただけです。してませんか。してませんよね。してません。何だか、ならば続きます。ごめんなさい、私自信あります。え、何の最高額。え、うそ、怖っ。怖っ。多分うち最高額なんじゃないかなと思ってます。ガティ、うん、マジで会計してもらいましょうか。はい、はい、怖っやっちゃった。いやー、これめっちゃいいやん。なんかやりすぎた気もする。怖い。怖いもん。うちやりすぎたかも。いや、いいんだよ、そういうもんなの。そうだよね、うん、そうだよね、うん、いや、怖い怖いマジで。これマジで嫌。じゃあちなみに、うん、自分いくらぐらいですかみたいな。あ、あ、あ、うちは10万ぐらいじゃないかな。いってるやん。か、12万か。うわ
言ってるな。正直で何買ったか覚えてなくない？覚えてない覚えてない覚えてない。言ってるな。言ってんな。やってくれたな。でもこれおごりたいっていう気持ち出さないと、ね、ありがとうな。やってくれてありがとう。なんか少しでもなんか嫌な顔した人はもうその人支払いにしましょう。そうね、ありがとう。結構いった。え、羨ましい。すごくね。めっちゃありがとう。マッチありがとう。嬉しいわ。やったやった。じゃあ岡ちゃんは。僕はね、75,000円。おお、いいね。結構いい線いってるね。岡、うん、ちゃんにしては使ったんじゃないですか。いや、めちゃくちゃ使ってる。そうよ、ね、今年一番使ってる。うわ。で、西選手は。うちは6万ぐらい。ああ、うん、まあまあまあ、まあまあまあ、結構使ったね、うん、あ、だからもう足したら20万円を超えてるよ。おっしゃっしゃ、家賃超え。家賃何ヶ月分だろう。僕の家賃がやっぱ5ヶ月分ぐらいですよね。嬉しい、ありがとう。うわー、5ヶ月も。じゃあ正解聞きましょうか。そうですね、まず私の予想は、10から12万円。はい、じゃあ里穂ちゃんの合計金額は94,745円です。あれ？あれ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 ？ちょっと少ないな。ちょっと少ないな。しゃ。12万。ごめんね。だから期待しちゃったわ。ごめんね。いやいや。ごめん、全然。あ、もっと行った方が良かった。ごめんごめん。ほんまに。そういう仕切ってるやん。だからさ。ね。仕切っていう。仕切って持ってるやん。じゃあそんな岡田さんは、はい、合計金額66,166円です。うわー。あー、少ないな。もっと買いたかった。何してんの？ちょっとやっ。じゃあ最後ニコちゃんの合計金額発表します。はい。ニコちゃんの合計金額は64,569円。おお。同じぐらい。6万円ぐらい。ということで、はい、合計金額が、はい、やばい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 。225,480円です。やったー。イエーイ。なんか大丈夫ですか？顔色悪くなってないですか？あ、いや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 。じゃあもう払いたいと、皆さん。何確認してんの？何確認してんの？いいですか？心の準備はいきますよ。うわ、やばいです。嬉しい。嬉しい。嬉しい。せーの、あんなじゃんけん、じゃんけんぽい！だるい。うわ、だる。だる。払ったか。ほんま今年いいことないやろ。ない、ほんともうない。幸先悪い。いいの、もう一回やってもいいよ。幸先悪い。そんな嫌ならもう一回やってもいいよ。いや、もうでもね。もうやりたいよ。おおおは山々やけど。そう。栄光。俺これで験担ぎしてて。そう。これ勝ったら絶対勝てるんだな。負けん組や。一旦動画が止まってる体にしましょう。ここでどんな気持ちですか。どんな私一番少なかった。ほんまやな、ほんまや。でしょ、むっちゃ損した気分。むっちゃ損した。むっちゃ損した気分。どうしよう。やばいやばいやばい。うち初めて22万のものを買うの。確かにね、一気にボンって。いや、でもルールだから。マジでなめんな、マジで。ちょっとなんかこう、なんか 80% オフキャンペーンとか。自分の中で一番高いもの何？え、一個だけ。確かに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 。高いやつ。マジでお前らそれでなんかマジ中途半端なものとか買ってたら、うちマジ芝居倒すから。オッケーオッケーオッケー。見ていい？一回てめえらの方。お、やめろ絶対このままやろ。こんなん絶対ないから。これはやっぱ買った人祝福するじゃん。おめでとう。何それ。そう、何男出そうとしてんの。何スピードファイヤーじゃん。サプリ付きドリンク。もう岡ちゃんいらないものばっかなんだけど。あ、でもこれワンナイト人狼とかやらないだろ。口頭でやれよ人狼なんか。うわ、何これ何これ。楽しそうなゲームいっぱい買った。ゲスラブ、ゲットスマートラブ。いらないだろバカ。何とゲームすんだよ。禁止よ。ちょっとおもろそう。もう何なのお前。いや、ちょっと顔がむくんだ時用に。やろ、手でやる、手でグーでやる、グーで。いいね。どん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 。当たる。見せ。何やそれ。若いよちょっと。うわ、だる。何やねん。出来上がってない。いらんや。シーシャ買ってますやん。はい？そんなん売ってんの？はい。ピーチウロ。ね、本当にさ、だる。
ねえ、マジいらないものばっかじゃん。いやいやいや、いるから。ちょ、なにこれ。あ、これめっちゃ一番欲しかった。これ作れよ、もうこの作られ、作られるやろ、こんなゴミ箱、ゴミ箱。なにこれ、ゴミ箱。家のバーカウンターの下にこう。わ、誰、家のバーカウンターって。はぁ、下に。あ、逃げてます自分。あ、これ傘ってか。まあまあ、ゴミ箱。ゴミ箱も。ゴミ箱って。もう時間なかったから、分かんなくなっちゃったから。ソースカードいらないものっぽいな。何がやねん。それで6万とかでしたっけ。これで6万。だるいんですけど。結構パックとかは実用的。あ、いいね、こういうのとか。うん、ええやん。これやと絶対。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、うん。私のね、英検3級が合ってれば、マレンチェ上がって帰ってる。ちょっと待ってください。え、最後じゃん。え、キーケースとかもしかして買っちゃってる感じ。うわ、めっちゃいい。めっちゃ可愛いし、しかも、こんなんあったっけ。3万円。3万円です。ごめんごめんごめん。これちょっと、なんかリンっぽいね。ね、これいいやん。おわ、ええ。耐久のパジャマ。あ、はいはいはい。あ、このバレンが結構行ったんだ。バレン行ってる。バレンで結構行ってんだ。あとは、あ、うわ、いやだ。めっちゃ迷った、これ買おうとしてた。いやだだろ。じゃあ、みんなでさ、旅行行くって言ったよ。あ、その時とかいい。優しい。いいね、めっちゃ優しい。うちのお金だけど、うちのお金だけど優しい。ええー、な。うわ、めっちゃいいじゃん。これも買おうとしてた。これも旅行。いいやん。これも旅行よ。ええー。思い出なんかそうみたいな。めっちゃええやん。いいでしょ。いや、うち、あの、一番うちが高いものは、実はなんとエアポッツ買ってました。おい。あったんだ。え、あったの。あったの。あの、自腹で、ただ自分の買い物。あ、でかい2倍。めっちゃでかい。パーティーサイズ。もうマジでなんか、本当になんかもう面白いものとか、もうパーティーサイズなんて。ザ・ドン・キホーテ。ザ・ドン・キホーテなら。ありがとうね。ありがとう。今日はありがとう。ありがとう。行くよ。これもよろしくね。行くよ、みんなついてきて。あ、ちょっとじゃあ私お金を取りに行ってきますね。ケロ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 。ありがとう。ありがとう。はいはい、どういたしまして。まあ、おごりたかったけど。はい、支払いますよ。視聴率、視聴率。あ、お願いします。はい。ありがとう、ほんまに。はい。121点で、税込み。121点。税込み22万8979円。嬉しい、マジで。ほんまにありがとう。ほんまありがとう。ほんまに。ほんまにありがとう。すいません、ごねでお願いします。お願いします。お願いします。話せ、話してください。すいません、話して、ごめんなさい、嬉しくて、はい、すいません、念込めて、念込めて、あー、いっちゃうんだ、いっちゃうんだ、いっちゃうんだ、すごい、聞いたことない音してるもんね。なんか、すごい長い、ゲームみたいな。こちらが領収書になります。あ、領収書、すごい長さ、コピーこちらの保証書に添付のレシートとクーポンです。あ、ありがとうございます。私がよろしくお願いします。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。クーポン絶対使っちゃいます。あ、500円引きだって。親切ね。あんな人悪くないからね。悪くないよ。お兄さん悪くない。やめて。何、喜びだよ。これさ、まず第3弾やろうね。うん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 、やってた。というわけで、本当にいい買い物できました。できましたね、さすがに。さすがに嬉しいです。よかったね。よかったです。よかったなんかさ、そうやって圧かけられると喜べないから。確かに最低。本当にみんなよかったね。ありがとう、ほんまに。うん、すごい。ありがとうね。ありがとうな。ということで、第2回女気女王は私でした。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。自分で言ったし、なんなら今嬉しい。女王とか言って、女王様。挑戦したいあの YouTuber の方もやったり、はい、がいたら、はい、ぜひ連絡ください。ください。お待ちしております。お待ちしてます。はい、じゃあ本日岡田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いい買い物できました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ドキボって五反田東口店のスタッフさんも本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、バイリンゴー。